下田ゆるです。非常口が真上に行きまーす。よいしょ、せーの、うん、今、長岡公園続花鳥風月の新潟公演が終わりました。イエーイ、体力残ってません。今日は1公演です。これからは風公演が始まりますよ。今日私服で、新しい私服を着ました。この今着ている黒いロンティーなんですけど、ポリーっていうところので、スクパーの行くぜ椿ファクトリーっていう番組の26時間スペシャルの時に、パジャマトークですごいローウエストなジャージみたいなパンツを履いて、すごいそれに一目惚れして、衣装さんにこれどこのですかって聞いて知ったブランドです。 POLY でポリー。きつい。そう、いつも新商品出ても受注生産、受注販売なので、今回初めて、それからまた新作が出て初めて買ってみました。フーディーも買ったんです。ブラウンのフーディー、どっちもすごいでかくてワンピにもなりそうでした。短パンも履くけど、そんな感じで、きつい。新しい服を手に入れた岸本ゆらでございます。あなたは最近どんなアイテムを手に入れましたか？ぜひなんかコメントみたいなところで、一番左のなんだっけ、吹き出しマークみたいなところで教えてください。終わります。よいしょ、何分いったかな。ということで、なぜかライブ終わりに汗が引いたところでもう一回汗かいて終わりました。ありがとうございました。ありがとうございました。